次のスタートはおじさんという名を付くヒロボーイ。さっきのね、神奈川松田杯ではザンギタンを2回倒している、非常に優れたサガート使いでもあります。3万、BP は3万だけどそれ以上の実力はもちろんありますよ。さあ気にするはず。まずは大き攻め、踏んで踏んで中間距離、大体同じぐらいの体力ですよ。圧迫があった。さてさらに続く大き攻め、飛び道具を打っていく、飛び道具を越えていく。さあ攻めれるか。グラップ潰しの大パンは使ったか。近づいた近づいた。さあ安いがこかしたぞ。中キック使い、圧迫か。しかし悪さは保っていない。残り大爆発はどうなのか。おっとここで最大反撃だ。アルトンを入れてボンと全兵を決めた。しかしめくりと見せかけた。アッパカにそのまま対空を刈り取られ、まずはヒロボー一勝。さあ大金閣から強気に攻める。アッパーから飛び道具、救世主で救われて奥攻め、アッパー入り、さらに奥攻め、タイガーが使って、タイガーアッパーが使って、続いていく続いていく。最新劇は止まらない。さらに奥攻め、画面端。さあそのまま勢いのでキリストが取り返し第3ラウンド。まずは飛び道具からダメージを上回ってきたのはヒロボーイ。さあファルコーンで救世主は使ったが、しかしその後のオプティブが成功。しかし大ダメージには繋がらない。おっと大キックで返せるんですね。あれ大パンチも入り、やばい。これは大キックで入って、さあ大ダメージで差がだいぶ出てしまった。呼び切ったバカ。さあそのまま。